セルティック、ポステコグルー監督、次のターゲットは、伊藤、君だ。今季 J リーグでブレイク、元横浜 FM ポステコグルー監督が熱視線。スコットランド一部セルティックが JHR ビレックス新潟の MF 伊藤亮太郎の獲得を狙うとエースデイリーレコードが報じている。セルティックは2021年夏に FW 古橋亮吾を獲得したのを皮切りに、その後も MF 旗手レオ、FW 前田大然、MF 出口洋介アビスパ福岡に期限付き移籍中と立て続けに日本人選手を獲得。混沌の移籍市場では昨季 J リーグ MVP の MF 岩田智樹と DF 小林勇気も加わった。セルティックは今季すでにリーグ戦とリーグカップを制し、さらにスコティッシュカップでも決勝に進出し、3冠に王手をかけた。今夏には中盤から前線にかけての強化を目論んでいるという。そこで新戦力候補として浮上しているのが今季 JH で12試合6得点を決めている好調の伊藤だ。同志はアンジェ・ポステコグルーが次なる J リーグの逸材を探しており、伊藤亮太郎がターゲットとなっていると伝えている。元横浜 F マリノスのポステコグルー監督にとって日本のマーケットは金脈となっており、さらなる補強の可能性を常に探っているようだ。この夏、また新たに日本からスコットランドに旅立つ選手が誕生するのだろうか。中村俊輔の再来になれると思うよ。でも、そこがピークになるからやめといた方が。まあポステコも明言してるし夏にまた日本人を何人か取る。遺跡濃厚な機種とセルティックが付けた値札に近い額を出すクラブが現れれば遺跡しておかしくない古橋の後釜探しが急務だろうな。スコティッシュプレミアはやめとけ伊藤亮太郎。JH でしっかり数字残せば、もっと良いオファーは絶対にある。今、セルティック行ったら2年くらいは、セルティックかレンジャーズしか優勝できないリーグで優勢されることになるぞ。逆にセルティックサボは納得してるのかな？一人二人の同じ国の人間なら納得できるがここまで増えるとその土地に住んでる人の気持ちが知りたい。ボスの場合は噂だったら本当に刈り取るからな。機種がいなくなること前提なのかな。いろいろ楽しみ。セルティックに行っても次の遺跡に時間がかかるのが難点。古橋や前田も未だにステップアップできていない。彼なら、もっと上からオファー来るよ。セルティックじゃもったいない。セルティックに伊藤選手はもったいない感じするな。JH で無双してたら欧州から声かかりそう。アルビサポも伊藤選手おらんなったら心細いやろ。アルビサポからしたら勘弁してくれだよな。よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。